動画を見るときは、部屋を明るくして、画面を見続けすぎないように、注意しようぜ。災いだらけだった2018年も、ようやく明けたな。スターアット会長のコンサートバッジ、いつになったら治るんだろう。いい加減そっちの方も情報が、欲しいところだ。もうすぐ1年近くが経とうというのに、このままなのはやっぱりおかしいよな。本当。七波夕が来てから、おかしなことばっかりだ。おやおや、あの妖精たちに、相当悩まされておるようじゃな。まったくだよ。どうしてこうなるんだろうね。そもそも、そっちの危機管理が、甘いからちゃうんか？七波夕の闇とか、そういうのはちゃんと調べてたんか？いや、そういった情報は、どこの組織も知らされていない。もちろん、月鉄グループも例外じゃない。知っていれば最初から受けれていないぜ。そのコンサートバッジっていうのが、何なのかがわからないよ。コンサートバッジか。俺も何なのか知らへんな。てか、ベネクレ相席にいつ行くつもりや？スタート会長が戻ってこない限り、目処が立たないね。でも、その際に2編成がこっちにやってくるんだって。京阪と名鉄の車両も。な、何やて。ぴょんたプロデューサーからの、以下のお願いを確認の上、この動画をご覧ください。びっくりしたぜ。まさかの京阪と名鉄やってな。月鉄系の特急は全席指定だから、私たちか3300系たちじゃない？おお、そうだがね。一部座席指定の車両は、アラスカ。アラスカ？ニュースかい？何を言ってんだ？地元の方言、名古屋弁だがね。今のはそうじゃないと言ったんだがや。まあ、こっちは、どうせまた2400系が、来るんやろ？そんな保証はない。それに2400系は、だいぶ揃ってるだろ。本音は VVVF 車両が、来てほしいところ。新年を迎えて早速やけど、ベネクレ相席捜索にあたって、2編成手配したぜ。どんな車両だがや？うわ、びっくりがや、1700系が見えとる。夢じゃないがや？うん、夢じゃないよ。私、1700系は目の、前にいるよ。これでようやく名鉄のシンボル、赤い電車が月球でも、本格登場ね。もう一方がすごい騒ぎになってるぞ。な、なんと、何かと思えば、急前系じゃないか。来たー。VVVF 車両やー。こりゃ頭げた。しかも国旗もずーっとソウトラ。急前系までキュートソウテ。やっぱ月球の京阪車両の、投入はすごいや。まんざらでもないけどね。それにしても、
8000系がハイテンションじゃないの。拙者がここにたどり着いた頃を思い出すな。ああ、確かに状況が似ているな。当時は、まだそこのアクアがおらんかったな。当時は、朝日団が大暴れしており、そいつらの対策に追われていたんだな。皆の者、待たせたな。拙者は京阪2400系、京阪本線のエキスパート。おお、先輩、待っていました。久しぶりだね。阪急6000系、大連鉄道廃線以来だね。来たー。京阪本線の車両だー。なんだか昔の南海車の色にも見える。今でこそバンバン京阪の車両がやってきてるけど、当時はほんまに大変やったぜ。そういったうなぎ声があったんだ。朝日団がどういう存在なのかも知らないし、元は今の鈴鹿団だったけど、ワルデン軍に乗っ取られたからね。大連鉄道も頃から展開してたのだが、大阪市港21系たちによって乗っ取られた。それ以来、朝日団はワルデン軍となったのだ。あいつが悪役だったのも今では信じてもらえぬかもしれんが。それでもビスタカーたちはどうしても活動を続けたかった。そこで鈴鹿団として再出発させて今に至ってるわけ。21系がワルデン軍か。あんだけ騒いでたのに、今では信じられないな。地球の情勢が大きく変わった上、大阪市営地下鉄の運営化、そして、何よりも、地下人の暴走、特にフェアリーフィー問題が、以前までの印象を吹き飛ばしたからやな。そう、皆がフェアリーフィーを、可愛いと思ったがゆえの、過ちやった。正直、朝日団対策を、やってる頃の方が七波流対策より楽しいものだ。俺もそのように感じてるで。今はガチで心を痛めつける内容で、きついわ。実際、フェアリーフィーのせいで、ノーケが一番悲しんでる始末。このままやとノーケまでフェアリーフィーのようなことをやらかしそうや。ベネクレア遺跡の捜索は、ノーケとフェアリーフィーの、因果関係を明白にするという狙いがあるで。フェアリーフィーがノーティに乗る影響を及ぼしておるかはわからぬが、ノーティをめぐってよからぬ事態が起きているのは間違いない。会長、急いでベネクレア遺跡に向かうのが。それにあたって、今回、親会社からアルバトラーが応援に駆けつけたぜ。ああ、その子なら何回も会ってたぜ。ベネクレアでも一緒に行動することになるちゅうとはな。おなぁ、あの子を知っとるんだね。しょっちゅう泣きべそ書いてたから、泣き虫探偵で揶揄されとった。まあなにぃ、トエラーいじりなも。ここで泣き虫探偵とかそんないじりは、なしよ。ただでさえ、緊急事態なんだから。そうなんです。七保留の妄想がエスカレートして、もはや月中も限界です。ノースのお前が言うことか。しやけど、限界なんはほんまやで。やっぱ、こっちにも魔の手がじわじわと、押し寄せてるのね。こうしちゃいられないわ。京阪の車両たちが騒いでたから落ち着かなかった。しかもいつの間にかくるみちゃんまでいるし、どういう状況よ。京阪急線系まで知ってるんか。鈴鹿団の車両はみんな知ってるよ。さて、そろそろ目的を伺わないとね。名鉄の車両は何を話してるんや。でも、どうやって月給に持ってこれたのかな。1700系は一部特別車じゃん。月給側で活動する際は、1701F と 1702F、1703F と 1704F がそれぞれペアを組んで、他の座席指定の車両と合わせてるよ。これでおめあらは正真正銘の、ミューレットがね、まさに、ミューズエクスプレスがや。何を言うてんねん。ミューズエクスプレスって、月鉄線内で走ってそうな名前やな。さあ、ベネクレア遺跡の捜索の、意図を発表しよう。今回は、フェアリーフィーと七波流の、謎の、解明が目的。いかにしてノーケを悲しませる結末に、至ったのか。フェアリーフィーの存在意義は何か。そして、
音の木坂での事件を追及するで。本来、フェアリーフィーは存在してはいけない、イレギュラーな存在。七波遊の暴走の裏で、何かとんでもない闇が潜んでるかもしれないね。コンサートバッジの破断も気になるよね。そもそも、コンサートバッジの存在意義が、わからないし、何がなんやら。そこのラブライブ、とやらで活用しているそうだね。そういえば、音の木坂での件で会長が、バッジが破断したせいで、うまくスタジオの運営ができないって、言ってたよ。こともあろうか、そのラブライブ関連の運用中に、コンサートバッジが破断してもうた。すれ違いが多発したのが原因やって。何が原因で破断したの？これはバッジが運用中に、パリンと勝手に割れたんじゃない。誰かが割ったんだ。見てたよ、運用関係者がバッジを割ったところ。なんだと、いつ、どこでそんなことが。ベネクレア遺跡捜索以前の問題じゃん。そういえば、この前の遠征でジロディーンが、誰かが後を、ついてきてたと言ってた。何か文言はある？これか。よし、拝見させてもらうぞ。ふふふ。ここまで来れば、どの車両やバトラーにも、捕まらないはず。そもそも私たちが純粋な恋の、歌詞を書くと思うことが間違いなんだよね。川上プロデューサーも思った以上に、騙しやすかったよ。負けのわからないドローンが飛んでるけど、それも心配するに越したことはないね。わざわざ音の木坂まであの男の、後を、追って正解だったよ。やはり七波遊以外にも厄介な奴はおったか。そいつらがバッジを割ったんやな。ただ、それはまだ断定できるもんやあれへんから。先にベネクレア遺跡を捜索しようや。さあ、ここからが正念場だな。ついにベネクレア遺跡に着いたぜ。ここがベネクレア遺跡、全然原型とどめてへんで。跡形もない、本当に戦争で壊滅したんだな。ここまで事態が大きくなってたなんて。故郷が奪われた悲しみが、あの妖精で実体化したのは存じております。それが月鉄グループを巻き込む事態になるとは。いや、そのような運命が感じ取れてたで。親会社はネクロビアとの、絡みが昔からあったから。ここにフェアリーフィーの真の、姿が秘められているのでしょうか？わからぬぞ、同じ女王といえど。なんとも言えぬ、あの子悪魔の魂がすでに、処刑された以上、限られた手がかりでやりくりせねばならぬ。それでも見つからぬかもしれぬが。そんなこともあろうかと呼んだのが、泣き虫探偵。ネーミングが心配やねんけどな。一応、あいつらの姿のモニュメントはあるで、何体残ってるんかは怪しいけどな。そうそう、このマイルミナリエで言ってたこと、覚えとるか？フェアリーフィーをこっちに引き込まれへん事情があるつーのは覚えてるで。あの時はリーフィーが本来の、ポップスターの姿になってた。そいで、コピーとかなんやらと言ってたな。そう、あの妖精は、私の姿のまがいもの、コピーとしては不完全なものなのです。ベネクレアチャイムを守るために、出来の悪いコピーを作ったんか。性格も全然ちゃうし、あれは失敗作やん。失敗作だと、まあ、こっちからもリボンの件を、これから伺うつもりでいたがな。この前の夏の日、フェアリーフィーがいたずら妖精に、いじめられたとあったよね。ああ、フェアリーフィーが悲しんでたシーンがあったから、いじめにあっていたのは事実だ。いたずら妖精の言い分は、フェアリーフィーからベネクレアチャイムを、奪い取るため、すべてはネクロディアのためだ。ネクロディアに引き渡すために、いじめ倒した。日本では相当問題になってるいじめ、フェアリーフィーの、件は、本質が全然ちゃうな。そや親分とかそういうのはおるやろうけど、いたずら妖精がフェアリーフィーを、恨んでるとか、そういった話は全く聞いとらんから、学校現場でのいじめとは別に、語らんとあかんな。
フェアリーフィーもあれだけボコボコにされといて、じゃれいになるとか、ズーズーしいにも程があるわ。それさ、あいつの死の原因を作った奴らへの、復讐じゃねえか？どうやって復讐するわけ？それを調べてるのよ。それはそうと、あの遺跡、4体しかいねえぞ。それ、この前にテレビで放送されていましたよ。俺も見たぜ。空から降ってきたというのが、気になるな。その頃から花の国の弱体化というのもな。スタート会長、何か事情は知っておるか？うん、空から降ってきたのは、ベリタブルとシャボリーヌ、エアリーのことやな。その時点でリーフィーはフェアリーフィーを、生み出して、旅立ってったわけやな。おっしゃる通り、当時からフェアリーフィーに、ベネクレアチャイムを託して、旅立っていました。しかし、そいつが花の国、ヴィランヌを、弱体化させることになったとは。所詮、フェアリーフィーは出来の悪いまがいもんやったんや。弱体化ですか。攻撃の手段に乏しかったのですね。そのコピーの失敗外の一人だったんだがね。そうそう、一部の車両はうすうすと、気づいてるかもしれへんけど、七波遊は親会社内部でも、対立している部分があるんや。それは偉いことじゃん。スタート会長、本当にそうなの？ああ。ベリタブルは俺の企画と、競合していたりと面倒なことになっとるで。地下鉄側でも足かせとなってるんか。さっさと置き換えたいな。そんなやつ。他社線でも問題視されてきておる。一時は七波遊を再編するという計画があったようだが、今の状況やと絶望的な。それどころか、バルナスは愚か、他の国でも七波遊の存在そのものが、問題視されるようになってきた。そういうわけもあって、結局七波遊を解散させる動きになったんや。本当？何のために来たのですかね。あの妖精たち。まったくもってそうだね。この前も名古屋で調子に、乗ってたし。七波遊とスリップ、ネクロディアの三角関係も、謎めいてるよね。もっとも、七波遊自体、月鉄グループの一員じゃないから、処分しようと思えば簡単にできるはずなんだ。問題は、ベネクレア遺跡が七波遊を、含めて何を、表してるかだ。この遺跡はベネクレアの歴史そのものね。戦争で崩壊してるけど、まだ日にちが浅いから手がかりは、多く残ってる。それに、月球の各 VTR でも、何かしらの手がかりがあるはずよ。ベネクレア女王が崩御なさったのは、戦後だったんやっけ？その時リーフィーはどこにおったんや？あれ？以前にお会いしていましたよ。ジュエリーズボーンを探してた時か。あんた、フェアリーフィーの姿で会ってたんや。ややこしいわ。ただでさえフェアリーフィーは失敗作やねんから、いらんことしたら面倒いことになってまうで。そいで、当時はどういう状況やった？その時はここ、ベネクレア遺跡にいました。ジュエリーストーンの件とは、別の時にやってるやん。てか、その戦争はつい最近起きてたやろ。どっちにしろ。フェアリーフィーはこの前爆破されたことは確定ね。フェアリーフィーが爆発？あの妖精、爆弾でも積んでたのか？肝心の状況がめちゃめちゃだったから、事情を具体化するのに相当苦労したが、あいつ、大砲の弾として発射されてた。この前リーフィーから分裂してた奴はフェアリーフィーが、映し出した残像だ。それであいつの遺体が散乱してたんか？どっちにしろ、フェアリーフィーが死んだことには変わりあれへんから、もう生では会われへん。相手は妖精、非日常なことが起きても、おかしくないんだから、肝心のムービーがこれね。それ、この前見たやつや、あれってまさか、あいつの島での経緯やったんか。しかし、あれだけひどい仕打ちにあった挙句に、殺害されるとはな。フランダースの犬よりひどいで、フランダースの犬ねー。事情が違っても、最後がそっくりね。よう、フランダースの犬を思い出したな。あれもわからんことはあらへんけど、突然体に異常を感じてたのは、
フェアリーフィーが大砲のところに連行されてたからでしたか。当時は何がなんだかわかりませんでした。でも、フェアリーフィーはこの目で見たぜ。ことの事態は、遭難団が七波遊を連行していたから後を追った時に、リーフィーが突然変異で、フェアリーフィーと分離したんだ。しかもその時は宇宙の匂いが、やばかったな。宇宙の匂いねえ。その時のフェアリーフィーは心の、姿と呼んでた。路上でひっくり返って泣きべそかいてたやつ。ハロウィンの時でもちらっと、聞いたけど、リーフィーは俺と結婚したかったんやってな。しかし、俺にはトモコがおる。それにもかかわらず、フェアリーフィーは、結婚のために複数の策略を、持ちかけた。ある意味でリーフィー以上に、厄介な存在やな。フェアリーフィーは見たことがないからどんな子だったのかはよく、わからないけど、その VTR からしてどう見ても、スターアット会長とは結ばれるわけがないわ。私が言うのはどうかと思うけど、すぐに振られるよ。実際にそうだった。しかもリボンを破り去ったぜ。しかし、そんなバカ妖精のわがままな誘惑を、振り切ったんだ。スターアット夫妻の熱愛は本物だ。ところで、その VTR、わがままを言ってた心の姿と、実際に飛ばされたフェアリーフィーが、同一キャラのように映し出してるけど、実際は別物って気づいてた？もちろんやで。画面があいつの泣き顔のまま切り替わってるけど、最終的に飛ばされて粉々になったシーンも、入っており、そいつはあいつの魂が飛び去る姿も、捉えてた。飛び去る魂こそが別者と、語る根拠。てか、その魂がハロウィンの時に、邪霊になってもうたんやけどな。画面が切り替わる際の泣き顔は、大砲に入れられるまさにその時の、状況。ブランクの短さから、使われた大砲は、地面に埋め込まれてた自動制御方式の、もの。VTR を作った奴は心が、弱かったんや。それで大砲に入れられるシーンを、作られへんかったんや。そんな中、今回、特別に大砲に入れられるシーンが、完成したから、見せておこうか。どうしてこうなった？誰も望んだ結末じゃないぞ。フェアリーフィーの死亡は、こんな感じだったのですね。でも、悲しくならへんのが不思議やわ。まるで存在していない感じやね。まったくもってそうじゃな。フェアリーフィー思考が多数派のはずやったのに。不思議すぎるぜ。あれだけ応援してたはずがな。てか、あいつが死んだのは爆破のシーンの。次に、額縁が落っこちて割れるシーンが、出てきたことで分かったし、そもそも、死後の姿をドアップで、映してる時点でバレバレだっつーの。それと、今の脳家は、どういうことだ、なんであいつが映ってんだ。脳家はフェアリーフィーのことを、どこかで意識しておるのだろう。それに、フェアリーフィーはあらゆる場面で、それも死後の姿でも、リボンをつけておるな。あいつ、やばい事情があって、基本的には必ずリボンを、つけるようになってんだ。一応、例外はあるがな。飛ばされた時とかその額縁ではリボンが、ついていないだろ。エイリアンミストが起きた時でもそいつが、収まった後にしばらくしてたらリボンがなくなってた。とは言っても、あれはリーフィーが演じてるもんで、実際のフェアリーフィーじゃないから参考にはならんが、やばい事情があるから、絶対リボンを外さないとは。ノーケちゃんを倒すつもりね。許せないわ。やれやれ。一連の件が片付くのはいつになるのやら。
でも、最後のあれは、フェアリーフィーはリボンもつけてなんぼっつー。象徴やな。しかし、なんか引っかかるんや。俺はグラちゃんのために本来の、姿を求めてた。あの姿は俺が求めてたやつなんか。何かあったの？ああ。その後の続きで、わけのわからんやつが出てきよった。うわ、出た。ぶりっ子モードのフェアリーフィー。センスのかけらもない。そこのフェアリーフィーさ、へんてこな外観だな。何これ？誰かの自己満足。何を言ってるのです？あのエンジェリーフィーは、皆の力で蘇らせたグラちゃんの、結晶じゃないですか。リーフィー、あなた正気で言ってるわけ？オルガリーナに言いつけるよ。あの時ほどすがすがしい日は久しぶりだったで。そうだな。これでハッピーエンドだぜ。おい、待て。何事ですか？げ、スターアット会長。顔つきがやばいぞ。前からずっと気になってたけど、この前のアコギがついてたフェアリーフィー。名前がエンジェリーフィーとかそんなんはええけど、ほんまは皆がフェアリーフィー思考中事実を、映し出した幻像なんとちゃうか？そうも変わらずブリッコリボンが、ついてるし。そんなに皆はフェアリーフィーに、言おっとるんか？大概にせえへんかったら、今後入ってくる新社や新メンバーに、置き換えるで。な、なんや会長。急に態度が恐ろしなってんで。それもそのはずや、みんなでリーフィーって、叫んでた時、ほんまは呆れて何も考えようがなかった。フェアリーフィー思考だと、納期を無視してた奴が思ってたよりも、多いかったのか？フェアリーフィー思考。納期ちゃんよりも人気が、高かったとか？どう考えてもそうに決まってるよ。何よ、リーフィーだけリボンつけちゃって。ノーケちゃんからこのことを聞いたことがあるんだ。グラちゃんをゲットしたせいで、みんな、大満足のようだけど、一部のバトラーはエンジェリーフィーとその取り巻きに、呆れていると、やっぱスターアット会長も、呆れてたんだね。この時点で、言えない秘密があるんじゃないか。言えない秘密？どんなことが考えられる？例えとして、フェアリーフィーの真実とか、コンサートバッジと七俳優とか。コンサートバッジねえ。どういう存在か知らないとどうにもならないよ。フェアリーフィーだけめくれあちゃいめとゆか、グラちゃんとしての側面があったとは言っても、あれで満足してるようでは、素の晴れの大先輩として、面目丸つぶれだね。ほんまそうやな。このシナリオリボンつけて喜んどんのも、相変わらずやし。またリボンつけてるじゃないの。いい加減外しなさいよ。納期が劣って見えるでしょ。それに、こんな顔でまじまじと笑わないで、見ていてイライラするわ。納期が劣って見えるだと、会長、大竹プロデューサー。ハッピーパーティートレイン、今の怒り、もしや。納期がフェアリーフィーに、押され気味だというのか。やれやれ、今頃になって騒ぎになったか。誰が隠してたんやら。確かに最近はノーケが、フェアリーフィーに押され気味になってる。これ、さっき七波乳が各国で、問題になってるって、言ってたやつの続きに当たるんや。こともあろうか、ノーケも七波乳の一員だったばかりに、迫害の対象から外されへんかった。そのせいでユーザーがフェアリーフィーに流れ寄った。フェアリーフィーは、ノーケと一緒にここに来て、ポップスターになりたいと言ってた。俺もあいつだけは反対した。フィーフィー言ってたから、ぶりっ子だと思って、いずれいじめに遭うからやめとけと、聞かないのさ。周りもフォローしちゃって。しまいには会長のコンサートバッジも、破断してしまって、めちゃくちゃだぜ。もはや、俺らプロデューサーでも手に、負えない。このままではこの世界も、フェアリーフィーつけまっしぐらだ。言い分からしてコンサートバッジは、七俳優と因果関係があるのは、確定ね。そうか。君たちを忍ぶ脅威がそこに、迫ってたわけか。その状況を想定して、私たちを呼んだわけ。どこかにスターアット会長を、引
きずり下ろそうとする。不届き者が潜んでるはず。これはどういうことよ。いい加減にしてちょうだい。なんか、事態が大きくなってねえか。ベネクレア遺跡のリーフィー、そっちもリボンがついてるわね。その冷静のデザイン。見たところは去年の冬の姿でもなく、フェア冷静でもないですね。遺跡のデザインですか？この姿のことですね。まさしくこの姿です。でも、リボンの処方がフェア冷静と、全然違いますね。本人や遺跡がそうとなると、フェアリーフィーがリボンを愛用するのは自然的な流れだな。リーフィー、リボンは何を意味していた？あの妖精がリボンを愛用するのはあんたが、鍵を握っているはずさ。リボンですか？それはアイドルとしての衣装に、過ぎないですよ。フェアリーフィーを生み出した時は全く、別の衣装でした。それが、自身が私のコピーとも知らずに、勝手にアイドルと思い込んだのです。それから、その皮が化けないように、私の衣装をパクるようになったのです。おかげで、いたずら三妖精の尻拭いに、相当手間がかかりました。まあ、アイドルなのはこっちでも同じことだけど、フェアリーフィーがリボンにこだわる要因を、知りたいんだ。さすがにそこまではリーフィーも、知らんやろ？旅に出たきりなんやで。ところで、フェアリーフィーは一部の回で、リボンを外してたけど、何回とはあるの？外したというより、スターアット会長に没収されたものです。ハロウィンの時にそのリボンを、破り去っていました。確かに破ってた。あれから大きなトラブルは全く、起きておらんがな。死んだ後に出てきた天使のようなやつ？あれをエンジェリーフィーと勝手に、呼んでるけど、そいつもリボンをつけてた。あいつは策略しとるな。策略って、会長はフェアリーフィーが、相当嫌いなんやな。そいつ、なぜか遺跡にも乗ってるぞ。ん？この遺跡、なぜかフェアリーフィーも紹介してるで。しかもリボンについての供述が。な、なんて書いてあるんや。それによると、フェアリーフィーがつけているリボンは、攻撃する際の武器になるんやって。その攻撃は、自身が創作した円盤を、呼び寄せて襲撃。それ、この前にあったことや。ああ、エイリアンミスドを起こしたやつか。あれ、フェアリーフィーの仕業やったんか。フェアリーフィー、私のいない間にこんな改造を、受けていたのですね。改造？あいつはフェアリーフィーていう割に、妖精とちゃうの？一応、あいつの、フィー、中声だけでも、妖精っぽくないのは感じ取れてたで。鳴き声と相まって、変に不自然な感じだったよ。リーフィー、旅に出てたからあんま言うつもりはあれへんけど、フェアリーフィーって、ほんまはロボットとか人為的に、作られた妖精とか、そんな存在やろ？フェアリーフィーは、ベネクレア女王妖との共作で、普通のバトラーでは気づかない仕様でした。さすが、スターアット会長ですね。実は、フェアリーフィーは妖精アンドロイドなんです。目的は以前に語った通りです。妖精アンドロイド？いつからそんな存在ができてたんや。いや、それはつい最近判明したから話は別。問題はエンジェリーフィー。あの姿は元から不自然なあいつの、中でもさらに不自然や。誰の真似であの姿を召喚したんや？俺はそれを生徒一言も、言ってへんで。知らん間に現れておったのな。魂がどこからか舞い戻ってきたのだな。まったく気まぐれな妖精やな。まあ、ハロウィンであいつがジェカミになった時点で、みんな、フェアリーフィーに騙されたことが、わかったがな。フェアリーフィーはアンドロイド、アンドロイドがロボット。あれ、まさか、ペガサスと何か関係あるのでしょうか？ああ、そいつとの因果関係はレイヤから、何も心配あれへんで。そういえば、脳器が劣って見えるって、言ってたがどういうことだ？最近は、脳器様もリボンをつけていらっしゃいますが、何か事情がございますでしょうか？それに、コンサートバッジで、何かお困りのようで。うお、ノクターン、いつからいたんだ？随分前からいたのだが。
戦前に比べや、何もありやしないな。しかし、ナンバー2の候補の、君が直々とな。七波遊佐。とうとう月鉄沿線圏内でも、被害が出始めたんだ。しかも、虎の子の脳家が行方不明だ。グラちゃんが終わってしばらくしてから、連絡がなくなったのだ。話は聞いてるぞ。脳家がフェアリーフィーに、劣るのがまずいからリボンを、つけたとな。それもそうだ。脳家が月鉄の虎の子。おお、ノクターンよ。噂に聞いておった通り、こっちにも足を運ぶようになったようじゃな。マジョリーの、ちょうど良いところだ。今、月球のメンツと虎の子について、話しているところだ。ノーテやマジョリーの大抵は、パルナス合衆国の報酬や、後期、ピエロやラブライブなども、見劣り環状線の虎の子で、それらはパルナス合衆国の報酬や、後期と同格と扱われる。それらを虎の子の結晶体である、コンサートバッジを辞して引き入り、最前線で戦うのが、月鉄グループ会長の、本領。そやのおけがバカ妖精に、劣ったらダメなわけだ。国として恥たる事態になってしまうぞ。のおけの奴も奥底ではフェアリーフィーに、対抗意識を抱いておったのか。まあ、あのバカ妖精を相手にするのは、あいつにとっては労力の、無駄遣いだろうがな。ノーテとフェアリーフィーは一見仲が良さそうに見えて、実際はライバル同士、特に取り巻き同士の戦いが激しくなっているのだ。さっきハッピーパーティートレインがフェアリーフィーを疑ってたぜ。あのラッピング車両まで戦ってるのかよ。今までの話だと、スターアット会長がフェアリーフィーがリボンをつけた姿を心よく思わないのもうなずけるぞ。そんな話は聞いたことがないぞ。仮にそうであったとしても、所詮はまがいもんだ。まがいもんは早急に抹消しろということだろ。ブルスか、お前は知っておけ。ベネクレアのアンソロジーを持ってんのはお前だろうが。本当にそうなのかな？リボン云々は、もともとリーフィーが髪を、くくるために使ってたものにすぎへん。それに、ブルスカの言う通り、フェアリーフィーは、リーフィーが身を隠すために、わざと生み出したまがいもん。あいつはアイドルのなり損ないや。そのくせアイドル気質を打ち出しとったわけや。やっぱりフェアリーフィーはバカなやつだな。リボンをつけてアイドル気分とか。すっげー勘違いしてるな。まあ、他の妖精から、あんた、なんか勘違いしてへんか？とか言われてたのは知ってるで。今は会長がそのリボンを破ってたから、なんとも言われへんけどな。てか、そのリボンを破ってから、やけに運気が良くなった気がするで。気がするじゃなくて、ガチで運気が良くなってるぞ。万博も誘致できたし、サンタシップも大成功じゃんかよ。ラブライブラッピングよ、何か言いたそうだな。そういえば、あの妖精、ある意味でハッピーメーカーの、パクリみたいなもんだったよね。ん？どういうことだ？フェアリーフィー。ハッピーメーカーの、カヨチンのパクリみたいな感じなんだよ。そっちは、なんとなく妹に近い感じがするんやけどな。それにしても、ノーティはどこ行ったんやろうな。リボンについてなんか手がかりがあったら明確になるんやけどな。そういえば、フェアリーフィーがリボンをつけてへんかった時の、後頭部。配線がびっしり詰まってたな。それに、例のリボン、変に硬くて重みがあった上、布を剥ぎ取ったら変なマシンが、出てきよった。それ、15年前のエイリアンミストの、起爆装置じゃん。いつの間にフェアリーフィーの、武器に転用されてのエイリアンミストの起爆装置やて。そりゃあ偉いもんを。まさにフェアリーフィーは妖精型の爆弾だな。あと、音の木坂の件について調査を重ねたけど、スリップが月鉄沿線に接近しており、このままではフェアリーフィーがやられて、ベネクレアチャイムが奪われるという警告やったそうや。スリップが月鉄沿線に接近しており、このままではフェアリーフィーがやられて、ベネクレアチャイムが奪われるという警告やったそうや。言っとくけど、フェアリーフィーのオーブがなかったらリーフィーを呼び寄せられへんかったんやからな。
それでオーブについて何度も話してたんか。一部のバトラーはその状況に危機感を抱き、早期の解決に努めたと。フェアリーフィーはスリップの古墳、その古墳がネクロディアの古墳である、いたずら妖精にいじめられ、スリップとネクロディアの関係がどうかで変わってくるわ。あれの状況からして、スリップとネクロディアは対立していた可能性が高いで、もしそれが事実なら、俺らとスリップとネクロディアで三つどもえになっていたことになる。あとは、その戦争がどういう状況で起きたかだな。あの戦争は、俺らの周辺以外の全域で起きとる。スリップは海賊の界隈、ネクロディアはエイリアンの界隈で、今回の戦争は各界隈同士が対立した完全なるバトルロワイヤル。その魔の手は着実にこっちにも来てるんや。そうなると、スリップとネクロディアが対立しているのは決まりやろうな。フェアリーフィーはスリップとネクロディアに板挟みになってたんだ。そこに、俺らを巻き込もうとするも、失敗か。とりあえずはベネクレア遺跡の謎は、ベネクレアの歴史ということ、解決やけど。今までの流れを推理したのはいいけど、のうけちゃんはどこ？あ、どこ？実は、わしも捜索しておったのじゃが、全く手がかりが見つからぬ。あと、のうけへの愛が足りないってどういうこと？今まで奉仕として率いていたんじゃないの？実は、以前行ったアンケートで、のうけよりもフェアリーフィー志向が強かったんや。比率は3対7。でも、のうけちゃんも七波遊。今、七波遊の迫害が起きてるからひょっとしたら。その最悪な事態も考えられる。じゃが、真犯人や動機が定まらねばどうにもならぬ。緊急事態だ。七波遊に関して、このようなサイクルが明るみに出てきた。このままじゃ、のうけちゃんが死んじゃう。まだ生きてるだろ。どこにおるんかは知らんが。どこにその根拠があるの？七波遊の一角って言うんだから、もうどこかでやられちゃってるかもしれないじゃん。リーフィー、これはどういうことよ。あなた、今までどこで何してたの？あのフェアリーフィーって何よ。誰もそんな変なポップスターを呼べとは言ってないよ。だいたいね、七波遊は自身が偉いからと言って勝手なことしすぎよ。誰もあなたたちを偉いなんて認めてないんだから、勝手なことはやめなさい。話はすべて知ってるんだから。2017年開催の火炎奏、あれが失敗したから会長たちには付き合ってられなかったんでしょ。それでスターアット会長を引きずり下ろそうと、あるタイミングでコンサートバッジを破壊して好き勝手に暴れて、挙句の果てにネクロディアの古墳になる妖精や、しまいにはそこの虎の子を追放しようとして月鉄を支配するつもりだったな。なんて計画なわけ。じゃあ、この前のこのシーンは何の意味もないじゃん。ひどい話や。もう七波遊が嫌になってきたで。あいつら、どこで踏み間違えたんだろうか。それに、あいつらがコンサートバッジを破壊して、自由気ままになったっていうのが、引っかかってしまう。スタート。本当に七波遊はコンサートバッジと関係するのか？もろに関係しとる。あれがあれへんと七波遊をうまく制御しきられへん。そのせいで多くのバトラーはフェアリーフィーの誘惑に負けてしもうたんや。当時はいたずら三妖精がいない中で、あいつだけ仲間外れになってたから多めに見てたけど、肝心のリーフィーがこんなありさまやからめちゃくちゃになったんや。フェアリーフィー、俺は随分前にはあいつと組んで運用してたこともあったんだけど、スターアット会長と結婚したいということばっかで呆れてしまったから組まなくなった。マジっすか。気づいていなかったのは俺らだけなのか。いや、多くの連中はそんなことお構いなしさ。それが月球であの時にリーフィーって叫ぶことになった原因を作ったんだ。でも、
夢二系マイアシンブランド、オリンピアシンフォニー関連は違った。まあ、俺らは元からあいつと組んでへんし、今後も組むことはあれへん。とも子と別れさせようとしたせいや、妹もそれであいつと組むのを嫌がってるで。会長とフェアリーフィーのカップリングは絶望的やな。って、多くの野郎は失望するやろうな。俺は今のままがええけど。フェアリーフィー、死んでからもずっと泣いてるのか？体とか大丈夫なのか？あれ？それがフェアロイドの特徴でもある。枯れたような声の原因かどうかも、気になるがな。ところで、このロゴマークは何？それ、七俳優を置き換える新しいブランドの、ロゴじゃん。これに関しては、七俳優マスターとしての任務を、遂行しきれなかった一部の、やつの責任。オリンピアシンフォニー、その新ブランドを考案したきっかけは、コンサートバッジの破断。あれが破断したら、七俳優をうまくコントロールできなくなってまうんや。だが、アドコとわらび神はそのドライバーとしての、適性がなかった。そして、あろうことか、その頃には、環境そのものが七俳優に、適さなくなってた。そんな皮肉な状況から、オリンピアシンフォニーが始まったのさ。どっちにしろ、七俳優とはお別れの時が、近づいてるんや。各車両よ、七俳優に思い残すことはないか。もっとフェアリーフィーを知っておきたかったんだがな。いっそのこと、あいつのあの透けたやつに飛び込んでみたいかもな。あいつに飛び込むことはあれへん。あのシーンこそが透けたやつの、真実やから。どうしたんだ？なんでフェアリーフィーの顔を、ジロジロ見てんだ？コンサートバッジはこのシーンから、こんなことを察したようや。コンサートバッジ、こいつから別の魂を感じてるで。今のは、もうけちゃんじゃないですか。どうしてこうなったのでしょうか。今のは一体、あいつの正体がのうけなのか、のうけが今、あいつのような状況なんか。ノーティが、フェアリーフィーのような状態に。今、外では何が起きておるのだ？おかしいわね。あの子、この前のサンタシップで華麗に、披露してたじゃん。もう一度、コンサートバッジで状況を、確認できない？真実が見えてきそう。これは一体。恐れていたことが、いよいよ起きようとしていたとは。あの時にフェアリーフィーが、ヤレイになったせいで、何を知らせたかったのかが霞んでしまった。ついにフェアリーフィーを含めた七俳優の、剣の流れが本格的に、見えた。問題は、どこでその事態が発生してるかね。場所によっては、大問題になるよ。七俳優の居場所が特定できた。エリアは音の木坂、フェアリーフィーの幻影が、見えてた場所だ。待ってろよ、ノーケ。すぐに助けに行くぞ。
ここがミューズの聖地で有名なエリアね。ここでフェアリーフィーの幻影が。この前まで何事もなかったのに。このエリアで何が起きるっていうの？ラブライブに参加する者が、好む、奇跡、っていうものなら皆で、見てみると良いけど、今回はそのようなものは到底期待できない。でも、俺らが起こしてやる、ノーテを、救ってやるぞ。手がかりは見当たらないけど、あいつらはマスターが好む遊園地の、乗り物に、たむろって何かやってる傾向がある。おいおい、こんな緊急事態にのうちに、動画を見ている場合かよ。なんだよ、観覧車の動画って、何の意味があるんだ？これって、七波遊マスターとやらが好んで、乗るやつの一つなんか？そうさ。七波遊マスターは、特に観覧車に好んで、乗りに行く。そうなると、七波遊も集まってくるぞ。ここって、最近リニューアルを受けてる場所だよね。ミューズの聖地はそこじゃないぞ。本来は浅草の花屋敷が、聖地だけど、肝心の乗り物がなくなったから、代わりにここに回ったんじゃない？東武7万系がそのようなことを、言ってたな。では、七波遊は音の木坂から近いところの観覧車に、集まるのか？そうに違いない。では、音の木坂で最も近いのは？後楽園か荒川遊園か。観覧車があるところならこの2カ所。しかし、聖地としては花屋敷が出ており、肝心の乗り物がなくなったから。荒川遊園か。そこもリニューアル中だしな。え？七波遊はミューズがBタワーから見ていたところに、集まっている？例の電波塔ね。あの妖精たち、あそこで何するつもりなの？ここに七波遊が集まってるんやな。さあ、いよいよスカイツリーに到着。え？またコンサートマッピーが、反応していますよ。な。しかも今度は今まで以上の、パワーや。ここに七波遊が集まってるんやな。さあ、いよいよスカイツリーに到着。え？またコンサートマッピーが、反応していますよ。な。しかも今度は今まで以上の、パワーや。コンサートバッジ。最近戻ってきたのはいいけど、過剰反応も甚だしいで。他の車両からか。七波遊が集合してるのか。それもそうだ。あいつらをスカイツリー周辺に、集めて、火炎装の失敗からフェアリーフィーの、剣までを、一気に裁くつもりだったんだからな。なんや、このまんまやとあいつらが世界を、制圧やて。取り返しのつかんことをしよって。バカ妖精どもが。なんてことよ。ランブル。とうとう七波遊を目覚めさせたわね。このまま七波遊が暴れ出したら、世界がどうなることやら。なんだと。勝手なことを言わないでくれ。そっちこそフェアリーフィーとか、わけのわからん妖精を騒ぎ立てたではないか。あのくれない色のバッジがあれば。良かったものが、何者かによって縛られているに、違いない。今はそんなこと言うてる場合やあれへん。とにかくあいつらの状況を、見てみるんやな。なんじゃこのありさま、真ん中におるのは。貴様らのところのアドコじゃないか。アドコ。これはどういうことだよ。どうしてこうなった？目を覚ましてくれよ。そんな、アドコちゃん。同じマスターとして信じられない。それに、右下のコッテフェアリーフィー？なんで他の七波遊、それもアドコやノーティ、リーフィーと？
信じられない。今まで隠されてた真実ってこういうことだったの？でも、おかしくない？アドコやフェアリーフィーまで、揃うことなの？ここでエイミクイモですが、私、この光景に心当たりがあります。心当たり？あなた、この妖精たちについて何か、知ってることある？七保留のうち何体から空から来たようですが、他もそうでしょうか？なぜか会長は黙り込んでるけど、相当心当たりがありそうね。七波竜が泣いてる。僕たちが遺跡を散策してる裏で、何かあったんだ。オルガリーナ、こいつら、俺の裏で、何かやらかした。場合によっては取り返しの、勘ことを、とっくにしでかしてるかもしれへんで。そのことだけど、大帝都のおじちゃん以外には、元の星へ強制帰還してもらうわ。え？なんだって、それじゃあ、僕たちとうまくやっていけなかったということじゃん。それもそのはずやろうな。ただでさえ、フェアリーフィーの件が、バルナス以外でも問題視されたんやからな。ここでお別れ。何があったというの？もともと七波竜はとある星の、使者で、エイリアン X が現れたことがきっかけで、たびたびその星は危機にさらされてきた。今から18年前にこの地に、俺たち、俺らと同調、今に至るまで打倒、エイリアン X の、旅路が始まったんや。ところが、肝心の七波竜がエイリアン X の、古墳となってから、その目的は風化されてもうた。ケインソーが失敗してコンサートバッジを、破壊したのも、それが要因やった。その見返りに、エイリアン X 改め、ネクロディアを撃退した。その頃には七波竜も限界を、迎えてた。本来、この期間は環境の変化による体力の、限界という、名目になる予定だった。いやけど、七波竜はラブライブを聞きつつエリアから追放しようと、目論んでた。これはコンサートバッジを破壊したもう一つの、動機。その動機も他国で問題視されたんや。その結果、とうとう元の世界へ送還されることが、決定。それを伝えられずにいたちゅうわけや。早い話、この愚か者どもは国外追放じゃ。私はこの目で見ておったぞ。ラブライブの車両に嫉妬しておったりとな。要するに、スターアット会長、そなたを独占しようとしておったのじゃ。フェアリーフィーのバカはともこう。他の連中もラブライブを、追放してな。まったく情けない使者たちね。ノーチちゃんや会長の、嫁を見てみなさいよ。僕たちに嫉妬するどころか、うまく息を合わせてるよ。嫁ができてあなたたちができないなんてありえない。それ以前に、会長には、前職の同行の妹がおるから独占は無謀だろうよ。これからあなたたちはどうなるのですか？このまま記憶の彼方に行くのでしょうか？ノーケとマズリーの大帝はパルナスの奉仕として、正式にこの世界のバトラーとなってるから、このままここにおるで。なんだかんだ言って、面白かったぜ。また気が向いたら遊びに来てくれ。月鉄グループ、古川アロー、ブルーランドは、いつでも七波竜の再来を、待ってるからね。お別れの時間がやってきたか。今度会えたら、リーフィーちゃんの秘密を教えてくれないかな？な。しかも今度は今まで以上の、パワーや、次の機会には大竹プロデューサーが運営している訓練場も紹介しよう。大連鉄道の時から10年以上一緒だったから忘れることはない。今度会ったらその時は。なんなのこれ、バッドエンディングみたいじゃない。なんでこんな帰り方なの。帰りたない。浜崎も今これで最後だよね。おお、見知らぬ子が現れたがね。一体誰がや。君は
リーフィーの妹だと。確かに髪やリボンの色、形、何もかもが、リーフィーにそっくりだ。この度は姉様たち七波遊が、お世話になっております。まんざらでもあれへんけど、リーフィーが国家やったちゅうのがまだ謎のままで、車両たちも困惑してるところ。フェアリーフィーが先に死んだせいで、状況がめちゃくちゃになってたのよ。本来、姉様が七波遊の次世代リーダーになる予定で、その助けとしてフェアリーフィーともども、シュプリームリボンをつけておりました。でも、現実はノーテの方が人気が、高く、パルナスの奉仕となった。そして、大砲の弾として飛ばされたフェアリーフィーが、自身の母国、フィランヌで、大爆発、フィランヌが滅ぶという、七波遊にとって史上最悪の、大失態を犯してしまいます。それが世界中で問題視され、七波遊マスターの、七波遊会議の結果、行政機関が下されたのです。でも、これでよかったんや。バトラーの需要とエイリアンミスと対策の、ためなら、このままリーフィーがリーダーを受け継いだら、今度はパルナスが偉いことになってたんや。オルガリーナ姫は言ってたよ。パルナスが七波遊に飲み込まれてた。で、そのためにフェアリーフィーの、リボンにエイリアンミスとをつけて、あいつからリボンを剥ぎ取らせ占領してた。その、フィーの声。まさか、フェアリーフィーのモデルは君やったんか。声までフェアリーフィーと売り二つ。リーフィーはそこまでしてベネクレアチャイムを。どっちにしろ、俺らと七波遊の望みが、完全に食い違ってたことが、今回の大事件を引き起こしたんや。あの妖精たち、全くもってまか不思議な存在だよね。結局は元の星に帰ってたのか。俺らはいけそうにないな。一応言っておくと、フェアリーフィーのあの透明な姿を、見たとき、七波遊の帰還が近いと、感じたんや。で、それをあの時に知らせたとして、それを信じるかと思うかという話だ。それでしばらくは様子を見ることにしたんだ。皆はあの時に帰還の件について、信じてたと思う？いや、思わないな。そもそもあいつらのことをまだ知らんかったんだぞ。お前たち、今回の件で弱みが明るみに、出てもうたな。俺からすれば、今の知らんかったちゅうセリフ、し知ろうとせえへんかったちゅうにしか、聞こえへんかった。223系らしくないね。知ろうとしなかったというとは思ってもみなかった。ジュエリーストーンを捜索している時からビビってるように、見えたんや。ただでさえ、鉄道は安全に、着実に、人、物、金、時間、情報などを、それぞれの目的地に運ぶ中止命の、以上、どうしても保守的な体制になるんは、ライバルたちの動きからようわかるけど、そこに月級の車両が、逃げるちゅうのは、はっきり言って示しがつかへんで、これを22系が聞きつけたら、相当怒るに違いあれへんで。あの車両、七波遊なんかドリフトで粉々に、できるて意気込んでたよね。それこそが月鉄グループやな。朝日団と七波遊、俺らにとっては、朝日団の方がまだ脅威やった。そうだよね。僕たちが動かないと、誰が動くんだ。ベネクレアの件では会長に、頼りきりだった。朝日団撃退後の末路そのものだ。大丈夫。今回はこちら側の事情が、主体やから。地球側が落ち込むことはあれへんで。しかし、もしあの時に、七波遊の帰還を信じていたら、フェアリーフィーを助けていたかもしれない。まあ、その後に大変なことが待っているのは、今までの動向から目に見えてるが。エイフィーか。フェアリーフィーを救っていたなら出会えたかもね。ところで、これからはどうするつもりなのかな？またあの時のスタジオ収録を行うのか？いや、今度はノーテの件が残ってるから、そっちの対処を考えてるで。それって、まさか。そう、出発前に見たあの悲しんでる件の処理さ。そう、
この姿の件の処理、俺としても想定してへんかったんや。フェアリーフィーならまだしも、ノーテまでこんなありさまだったから、めちゃくちゃじゃん。ノーテを愛さなかった奴らが、悪いんだ。俺らは知らん。本来なら気にすることはないけど、あいつは俺らにとっては虎の、子だからな。会長としてはどうにかしたいんだ。よしゃー。そうとなったらやってやろうじゃねえか。さすがに今日は暗くなってるから、後日、出陣としようか。ノーテの件の処理って、どういうことをするんだろうな。会長の所定だから、細かいことは気にしなくてもいいんじゃない？そうがや、噂では変な写真みたいなのが、落ちてたらしいがね。これのことかい？それにしても、こいつら、あれで抑止者とかになれたものだな。ソニック、この写真みたいなのは、こいつらが去っていった後に、ノーテが残したものさ。あの子、これを嫌っている節があるな。まあ、自身が悪役に見えたり、リーフィーだけリボンがついていて、劣っているように見えるから、嫌がっているんだな。リボンが全てじゃないんだが。確かに僕たちの方の劇場版でも、リボンをつけてなかった気がする。あれれ？ついてたはずだよ。リーフィー以外にもリボンつけてるけど、ノーテの帽子のリボンはあかんのか？どうやらあかんみたいやな。リーフィーも花の妖精やったら、花のカチューシャ見せばええのにな。それに、会長にとっては、最悪な失敗作らしいがね。失敗作？それが原因の可能性が、高いね。当日、そのことを伝えてみよう。何か事情があるはずだよ。ここにノーテちゃんが待っているんだよね。わざわざフェアリーフィーの墓に、呼ぶなんてね。ここ、妙におかしいがね。なぜか鳴き声がこだまするんだがや。それもそのはず、その妖精は、フランダースの犬と似たような心境だからね。その悲しみが地上にも伝わっているんだよ。そうです、七波遊が帰還しても、フェアリーフィーの悲しみは、依然としてこだましております。これから、その原因となっているベネクレアの、未練を断ち切ろうと思います。フェアリーフィーの悲しみは、自分の悲しみと紙一重です。相手がライバルと言っても、そこはやはり、七波遊としての使命なのかもしれません。ですが、今となってはもはや七波遊との、未練はありません。この小玉はもはやその未練なのです。その未練を断ち切る方法。それはただ一つ、その七波遊のオブジェを叩き割るのみです。七波遊と完全に別れる覚悟は、すでにできてるようだね。パルナスの奉仕として、今をもって七波遊と決別します。ベネクレアのお守りであるこのオブジェが、いつしか七波遊の呪いの、アイテムとかしてたとは。リーフィーやフェアリーフィーは、元は今は亡きフィランヌ。フェアリーフィーが大砲の、弾となって殺害されたから、フィランヌは滅ぼされた。このオブジェ。いや、ベネクレアをぶどった、ネクロディアの思う壺やったんやな。今まで聞こえていた泣き声がこだましなくなった。ノーテちゃんの若だまりだったんだね。これで終わったのか。この墓は七波遊の帰還の記念碑となりそうだな。泣き声もなくなった以上、これでようやくフェアリーフィーから始まり、最終的に行き届いた七波遊の帰還までの流れは終わったぜ。しかし、せっかくの音の木坂遠征が、台無しになったからね。そうだな、まだ俺らにとっては、2017年のスタジオ収録での、事件が片付いていない。一番の使命は、その真犯人を捕まえて、スマリーの収録を完遂すること。そう、このエリアで。今度こそ、スマリーのライブを、成功させてやるのだ。スマリーはこのシーンでも、出演させたりして、
車両が入らねえよ。あれ？その観覧車、見覚えがあるぞ。そうか、この前の音の木坂、遠征で七波遊が逃げ出したのはここだったんだな。一部始終は収録班から受け取った。しかも誰か知らん奴の声もしているぞ。七波遊に凶暴してる不届き者がいたんだ。フェアリーフィー思考増加の一員。でも、スタジオ収録をダメにした真犯人かどうかも、わからないし、そもそもどこにいるの？困ったねー。真犯人を捕まえないと、またスタジオで騒ぎが起きそうじゃん。その心配も、わざわざ捜索する必要もあれへんで。どういうこと？月鉄川で何か動きがあった？それに、そこの見知らぬバトラーは一体。そいつこそがスタジオでの事件や、七波遊と共にコンサートバッジを破壊した黒幕、七波遊をここに誘導したのもそうやし、フェアリーフィーをいじめたりもした。こいつは徹底的にお灸を添えとくで。さて、次に名古屋遠征か。名鉄1700系を起用したのも、これを視野に入れてた。名古屋。一体何があるんだ？名鉄が400キロほどやけど、近鉄ほど長距離特急が走るわけでもあれへんけど。けどけどってなんだよ。疲れてんじゃねえか？観光中よりは名鉄のミステリーの続きかな。名鉄は褒め言葉、それくらい奥が深いんや。ところで、気球大逆はおめでとうってなんだよ。ひょっとしたら、遠征中に到達するかもしれない。マジか。そんな時期なのか。それまでに七波遊の剣を、剣付けることができたのが幸いやったな。俺はあれを狙うで。1700系+3150系を、今回の遠征でうまくゲットできるか。そして、パノラマスーパーで、一暴れしたろうか。遠征当日はよろしく。